はいどうも皆さんこんにちは、ムポンです。マーレの入り江引き続き、マーレの入り江引き続き、スーパーマリオサンシャインの引き続きやっていきましょうか。で今回はちょっとね、マーレの入り江攻略していきたいなと思って、そうなんか開始と同時にね注目されるのが気になるので、ここ見ていきましょうか。やっていきましょう。さあ、お待て、偽マリオ、ここまで来ましたか。あれか、やっぱストーリー7は偽マリオとの攻防みたいな、そんな感じっぽいね。確か一つ目のステージっていうかコースもそうでしたもんね。なんで待て偽マリオ、あいつを追いかければいいと。どう追いかける、ここもぴょんぴょんしていかないといけないから、かなり走りづらいが、ちょっと待って、あいつ近づいたら逃げるから、まずおじいちゃんに話聞いていこう。悠長、今度は親戚かな。マリオ殿もいろいろ大変じゃな。あま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 あ、もう逃げたり追いかけたりね、いろいろと大変なんですけど、ちょっと待って、溺れてる間にちょっとすげえこっち見てたが、ちょっと待って、泳げんのズルじゃない。まあいいけど、でビビビビってして、でここ壁キックで上がれんねや。へえ、あちょっと降りてきた。縦横無尽に走り、ま痛い、ちょっと待って、お互い食らいつつみたいなところはあるんですけど、反転して、反転して、反転して、ちょっと待った、うっ、あっち行っちゃったぞ。マリオの方が早い、偽マリオの方が早いが、ここは確か壁キックからのジェットパックで十分いけるんですよね。ちょっと待ってよ、ここ壁キックできる？できるね。というかジェットパックいらなかったね。であっち来て切り替えてビビビビってして、でそっちから出てくるよね。ちょっと待ってよ、待て待て、あーそっか、ここダッシュでしても追いつけないと。で、あ、ここジェットパックするより壁キックする方が確かに早いな。はあ、はあははあ、いいことを教えてくれるね彼は。でハイジャンプしてあっち飛んでいくんか。クソ、ジェットパックないくせになかなか早いじゃない。でそっ、ふっ、どこ飛んだどこ飛んだ。あ、そっちにいます。飛び降りた、行って、待って、ん、音は聞こえた、音は聞こえたが、あれ、あっちおじいちゃんですよね。あれ見失った、音は聞こえてるんですよね。あ、音聞こえなくなった、なんならくっ、あ、ちょっと待って、そっちにいるわ。で、なんかあれなんですよね、平気で水の中入るけど、それずるじゃね。まあでもここら辺を行ったり来たりなんで、うっ、待って、待ってくれ、待ってください、お願いします、お願いします、捕まえたいんです。そらそうや。捕まえたくないやつはいないと言ったとこなんですけど、ちょっと待って、今ジェットパック感覚で使ってしまった。反転して、あ、捕まった、セーフで、ちょっと離れちゃったので音が消えたが、多分近くで待ってくれてるはずですよね。でそこで壁キックして上がるので、ビビってかけて、でそっちから来るよね、来るが、ちょっと待った、くるくるしてる、くるくるしてる、なかなか華麗な逃げを、いや正確な操作すごい、よしよしよしって捕まえたぞと。チェキショー覚えてろ。いやー、偽マリオとの戦闘はね、意外となんかまあ体力持て余すんで、全然ね、なんかもう残機失わずにもなんとかなるんですけど、なかなかね、もうアスレチックのようにね、もうこなしていけと、追いかけていけと、そんな感じみたいでしたが、なんとか偽マリオ捕まえましたね。これで何か変わる？変わんないね。なんかそこばっかり見ますね。なんでなんやろ、わからん。なんかあんのかな、なんかなんもないのかな、なんかもう
ここが目立つからただ見てるだけみたいな。なんかそんな予感がしてきたような気がするんですけど、っていうか何気にあれなんですよね、サングラス借りれるようになってるんで、これサングラスおじさん、ついに船が動き出したのサングラスおじさんじゃなかったく、まあ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 、じゃあどうしようかな、またせっかくやからちょっと別のステージ行く。なんかあんまり行ってないコース、最初のコースは行った、そこのホテルも最近続けて行ってたような気がする、なんとなくね続けて行ったような気がするので、となるとあっちのビーチとか、ビーチ行きますかせっかくなんでね、ほっ、わーふわーふぅーストン、うわー高いところから埋まっちゃったけど、まあまあダメージは受けない、まあコース中に入っちゃえばね、もともとダメージは受けないが、じゃあこっち、なんだっけ、マンマビーチだっけ、やっていきましょうか。さてそれではマンマビーチやっていきましょうか。ドルピックニュースはヨッシーの卵かな。ジェットパックの種類違うやつ見つかりましたよと、そんだけみたいなんで、さあ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 、バラバラになって入る。なんか久しぶりに見たこの演出。でマンマビーチ暴走、爆走ボス花ちゃん、あいつ暴れてくんのやばいんじゃない、あの巻きついてたやつやんな。ボス花ちゃん爆走してんな、オラオラしてんぞ、オラ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 、待って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 、どうしたらいいのそれ、こっち来ない、こっち来ないのか、こっち来ないならば気にしなくていいんじゃない、そんなことない、砂山の目は僕が守ってみせるぞ、わっわー、砂山の目を使えってこと、なんかそんな予感がする。お、あ、ひっくり返った、ここって書いてある、ちょっと待って、おお、ヒップドロップするとピョ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 ってなって、でいたたたたたたたってなると、あペレレペペーキキ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 、早い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 、あー近くの人がすごく飛んでしまうが、あ、別にタイミングはあれなんや、ぴったりじゃなくてもいけんねんな、よし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 、いけ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 、2発やった、これ全部踏めって感じかな、それとも3発かな、わかんないな、プレデネプピー、あーあ、あっち行っちゃった、あ、ちょっと待って、こっち来ない、つまずかなさそう、くる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 、つまずけ、ダメか、さすがに同じのには引っかからんと、なんかこのルート通ってなさそうですよね、こっちの目か、こっちの目使えってことか、目ある、目あるね、じゃあ大丈夫君、わあこっちに来るな、ごめんよ連れてきちゃったね、痛えけどこけた、ちょっと待って遠い、それはチャンスじゃないです、それは無理じゃない、その水中でおえーってなってるのは、あーダメか、待って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 、ブルブルしないで、うおうおー、すごく怒ってる、でルート変わった、多分でもダメージ与えてないからパターンは一緒のはず、ならばもう巻いとかないとダメよ、遅かったか、ちょっと待って、一旦向こうでぐるぐるする、でぐるぐるしてもうすぐ来るはず、よし、ウィンヒヒって知って、するとつまずいて転ぶ、相変わらずでも水中に行くんや、ちょっと待って、くらい、おお沈んだ、お砂になった。かわいそう、あー溶けちゃったね、でキラキラーンと、はあ、はあははあ、まあなんかヒヤヒヤはしましたけど、そんなには強くなかったね。で近くのなんていうの、砂山の目の近くにね社員が出てきたので回収しましょうよと、助かってよかったね、助かってよかったね、わあこっちに来るな、なんでもう解決したじゃん。まあそうプログラミングされてるからとしか言いようがないが、まあまあこっちに来るなと言われながらも社員をゲットと、はあ、はあははあ、いいねいいね、で続けていくと、うん、社員39枚になったぞ、変わんない、これちょっと青コイン交換してみる、青コイン交換したらなんか出てこない、ちょっとそれが気になる、
40枚できっと何か新しいステージ、前回って何枚だっけ、25枚とかだっけ、25枚で30枚で確かあのクッパジュニアがねなんか悪さしてたんで、なので40枚で何か起こるんじゃないかなとちょっと期待してるんですけど、まあ行ってみましょうか。さあ痛い、ぶつかっちゃった、待って、こっち来てでふわってしてで、はいはい、とお店に来ましたよと、はい、いらっしゃい、あれがご入用で、はいはいはい、うん、青いコイン10枚でお譲りさせてもらってまんねん、あー1枚交換できますよ、交換しますか、します、もう開始しませんでいいよ、さあヤッフーして40枚になる、セーブして続ける、さあで社員40になって、あ変わんない、変わんないとなると45か50っぽい、わかんないね、なんかそんな予感がするから、ちょっと待って、痛い、バナナにぶつかった、ドルビックニュースは相変わらずですね、ヨッシーの卵がって言われるんじゃないあですねじゃあちょっともう一度ちょっとマンマビーチ行きましょうか、なんかあっという間に終わっちゃったからね、さあさあ、さてじゃあマンマビーチやっていきましょうか、次は何だい、次は何だい、もうでもあのボス花ちゃんもやっつけたからね、もうなんか一通りやったような気がするけど、マンマビーチ誕生、大砂鳥、今度は大砂鳥、なんかもういろんなやつがだんだん出てくるな、このステージ、卵が割れてる、え、それほー、あれ何、ねえ、おい、あんた知ってるか、ついに生まれたんだよ大砂鳥が、とは言ってももうどこかへ飛んでったから見れないんだけどな、あーもう飛び立った後か、うん、光は集まってる、光は集まってるけど、つまりどういうこと、こんにちは、これサングラスおじさんかな、お日様は大好きだけど眩しいのはちょっとというあんたに、あーサングラスを貸してやるよと、ほほ似合ってるぜ、いらなくなったらまた俺に、うーんとね、まあ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 話しかけるか、うん、まあでもまあまあ明るさが調整できるのはね全然ありがたいが、なんか知らない大砂鳥についてね、でっかい芋虫もいなくなりましたし、また安心して砂山の目を見ていられます、あー砂山の目ずっと見てんね、ひー、あーかわいそうにかわいそうにじゃねえがみたいなところはあるんですけど、じゃあどうしようかな、あのキラキラも気になるんですよね、何か知らないこの人、こんにちは、こんにちは、俺もたまには投げ飛ばしてみたい、やめてー、ぎえ、おーめっちゃ飛んだ、すごい上手ねでなんか知らんけど高いところでねコインも取れましたよと言ったとこなんですけど、上がれる上がれる、でこれはあ瓶で蓋されてて取れないのか、うん、今はダメっぽい、今はダメっぽい、誰もいないもんね、なんならで一番ありそうな近くの人がただの投げ飛ばしおじさんだったので、もう本当に何もなしみたいな、そんなところみたいなんで、となるとあれだね、口ばっかりの彼に話聞いてみる、またヒント教えてくれるんじゃない、この人ったらマレー族なのに泳げないのよふふあーなんか今度は教えてくれなさそう、ここからでも少し見えるかな、そこにサンゴ礁があるんですが、とても綺麗なんだそうですよ、サンゴ礁、お綺麗、あそこ行くと何かある、教えてくれるっていうことは何かあるんじゃない、そんなことない、大砂鳥にまつわるヒントが、おー、いろいろいるね、いろいろいるいろいろいるけど何もないぞ、何もないっていうかサンゴ礁ばっかり、まあ、ただただ綺麗なだけみたいなねところはあるんですけど、何もなさそう、うん、なんだろうね、まあ、こういう綺麗なのもいいけどね、ね、もうせっかくのね南国気分なんでね、まあ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 こういうのもね楽しんでといったところではあるんですけど、じゃあ
どうしようかな、あそこをなんか近づいてみる？そう、何かあるかな。秘密ステージなんじゃない？なんかそんな予感がしてきた。ちょっと待って。うん、で近づいてきて反転で登る、反転で登る。ちょっと危なかった。で、あ、近くにも人がいる。なんか知ってんじゃない彼らなら。ついに生まれたんじゃよ。お、砂鳥かな。とぶっ壊して飛んでいってしまったのは予想外じゃったがね。あー、ぶっ壊した今日は店は休みで家族サービスの日なんだ。息子はこの上から滑り落ちてきたら上に投げてやろうと待ってるんだけど、なかなか来ない。投げられる。うっ、すごいところに飛んできた。こんにちは。この子ったら、あの割れた穴に入るって言うんですよ。そんなの危ないし、できるわけないわよね。できるの？できるの？割れた穴に入る。ちょっと待って、カメラがこっち向かない。あ、こっちから向ける。ん？割れた穴？あれ？あれ？いけんのかな。自分も子供の頃はずいぶんやんちゃなことをしたくせに、子供にはついついあれもダメこれもダメって言っちゃうんですよね。あーそうなんだ、親心ってやつ。そこの色が変わってるところを滑り降りて遊ぶんだよ。じゃあ僕こうして景色を眺められるのも気持ちいいな。色が変わってるところを滑り降りて遊ぶ。お、滑り降りた。ちょっと待って、なんか放り込まれた。なにこれ。砂通り、砂、砂、赤コインある。ちょっと待って、ゴーじゃねえが。キーンってなって、あ、ちょっと待って、パタパタして。助からない、助からない、助からない。塔の周りを登っています。揺れますから足元に注意。あの青コインは雲の上にあるけど、別に雲の上をふわふわ、ふわふわできるよね。あれ、なんでさっき落ちた。揺れますから足元に注意。雲あっち行っちゃったけど、パパラパピピン。でそっちの羽。待って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 、普通に振り落とされたこれ今そういう周期やった、もしかして。わかんない、ちょっとなんかもうちょっと生存してみたいところはありますよね。詳しく知りたいみたいな。待って待って、雲に押し出される。ちょっとそれはやめていただきたい。もう戻れないよね。くー、すごいペースでやられちゃうぞ。ちょっと待って、そもそもルールを把握していないそう、あと雲は多分敵雲多分敵やぞあれ。ちょっと待って、でサラサラってなってる。で塔の周りを登っています。揺れますから気をつけて。塔の周りを登っている。あ、ワンナップ来た。え、ちょっと待って、今それ雲の上乗らなきゃダメだったとかそんなことはなさそう。でもこれ羽がちょっとバタバタしてって、これもう落ちないようにね、落ち着いて取って、で今度は頭のやつ取った。でなんか激しくなってない、そんなことない。あと尻尾のやつと、あれ、ちょっと待って、何それ、振り落とされる さあどうする。とりあえずなんか水かけ攻撃はいらないので、一旦またジェットパックに変える。でそう、時間が経つとなんかふわーって振り落とされるみたいなので、もう急いで取った方がいいのかな。ちょっと待って、でワンナップキノコが来てる、ワンナップキノコ来てるが、それかまけていいのか。ちょっと待って、危ない、耐えた。でこっちの羽取って、それかなんかあれですよね、振り落とされるモードに入ったらどっかで耐えるみたいな、なんかそういう。あ、普通に踏み外した。ちょっと待って、ふぅもうちょっと見ていたかったぜ、大砂鳥ってミスをする。やったら
なんかワンナップもちゃんと取っていった方がいいよねと、やったらじゃなくても取っていった方がいいんだけど、ストーリー、ああだからその雲の当たり判定が強いんだよな。登って揺れますから足元に気をつけてください。だからちょっと雲の影響がない、横ちょっと待って、落ち着いて一旦ちょっと待って、こっち来る、で赤取る、で真ん中と、うん、なんか後ろ行ったけど、ちょっと待って、これあれか、空気抵抗働いてんのか、ぽいぞ、ちょっと待って、で大砂鳥のそこに青コインがあるが、あちょっと待って、ワンナップキノコ行ってしまった、でうっ青コイン取れなかった、でちょっと待って、後ろさっき行こうとして振り落とされそうになったじゃないですか、これ今傾いてるモード、これ雲乗っとけってこと、それどういう状態、ちょっと待って、セーブしています、横来た、えでどうすんのこれ、積んだ、あちょっと時間で戻ってるぞ、はであと1どこ、とりあえずなんか耐えてはいたが、1あるとしたら高いところの羽でもなさそうやんな、ちょっと待って、青コインないよな、こっち側の羽なかった、つまりはあっちにあんぞ、なんだあれ、ワッハーして、でこっち来て、はあこれは最後に1枚取りましょうと、はあこういう休憩所があったんか、それは知らなんだで、社員ゲットと、ワンナップはねちょっと道中取れなかったけども、そう取れなくてね、残機溶かしましたけど、なんとか大砂鳥クリアしましたよいやでもなんかステージ自体はね短かったんで、サクサクとね残機が解けるという点以外を除いてはねなんかまあ優しかったのかな、その分、まあ、短いステージ、まあ一発勝負みたいなね、そういうところではありましたが、なんとか取りましたよと。よし、じゃあちょっとね今回は3ステージ遊びましたがまたね次回もマリオサンシャインをやっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。